こんばんは。こんばんは。今日は早起きって言っても言うて早く起きてないです。そんなには早く起きてないけど、あ、赤になっちゃった。サラにとっては早起きです。真っ赤になっちゃった。こっち見ながらやったらダメだ。真っ赤すぎんか。こんばんは。みつあみかわいい、ありがとうございます。こんばんは。かっこゆうちゃん、かわいい、ありがとう。今日はいつもとね、ちょっとね、まあ違わないっちゃ違わないけど、ちょっと変えたことがあってね。なんだと思う？これ当てたらすごい。紙なんですけど、何が変わったでしょうか。髪が変わりました。なんかちょっとだけね、髪をね変えたんですけど、待って、一人正解がいます。一人正解がいる。まあちょっと違うっちゃ違うけど、まあ当たってる。そんな、正解は触覚をなくしました。なくしましたよ。どっちがいいと思いますか？いや、わからんか。昨日とか、いつもはここにね、ここまである毛があるんですよ。こんばんは。そう、ここまである髪があるんだけどね、それも切ってはないけど、全部こっちに入れちゃいました。この
どっちもいい？切ってはないけど後ろにしました。こんにちは。ハニアスタイさん、カイ、リンさん、タツノオトシゴありがとうございます。こんばんは。こんばんは、あきまんさん、金魚すくいありがとうございます。今日は皆さんは何してました？あ、そっか、僕の太陽を見とったのか。ね、ガルストーンめっちゃすごい。京子さんと同じ雑誌になれるの嬉しい、羨ましい。京子さんと。ランニング、おーすごい。ツーッと痛くなる。でも全部もう聞き慣れすぎて、普段出てこないかも。こんばんは、クルミネルさん。買い物行きました。いいね、クサラもさ、めっちゃさ、コンビニが好きでさ、ずっとさ、もうコンビニに一生でも居座れる気がしました。コンビニがさ、めっちゃ好きなんですよ。コンビニ愛ならメンバー1だと思います。無理だ、書けないよ。
テニスはなろうかな。消しちゃった。立ち読みはしたことないかも。野菜スティックなんて偉いですね。カフェの店員さん、なんか綺麗に映えるものとか作れないから向いてないなって思います。なんかさ、そのバランスとかね苦手なんですよ。だから絶対にカフェは無理な気がします。ボーイズ&ガールのニコチがメイクの時歌ったら、そうよ、みんな他の曲にしてって言ったら、そう、そう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 、よく知ってるじゃないですか。そう、リコチがボーイズ&ガールって言ったら、もうみんなもうそれやめてっていう、それやめてってめっちゃ言って、で、またなんかリコチが歌ってしまいそうに、ボイゼンってちょっと口ずさんだら、もうみんなが止める。そう、面白い。イベリコ豚のさ、そんなのある？食べたことない。いやファミチキね、今増量してる。みんな聞き飽きててくさ、そう。そうなんですよ。普段は早い方にします。そう、めっちゃ大きくて、大きくなってました、ファミチキが。走り出すの息はめっちゃ上手よね。袋持ってあるのに袋いるとか聞かれるの鬱陶しいからセルフ派って。袋考えたことなかったけど、
あれを何ですか？あアヤンペアレルさん、こんにちは。サラキチの選挙センター、サラキチって初めて言われた。サラキチのセンター曲は、センター曲はないかも、僕隊にも。あー、サラちゃんこんにちは。自分は打つのが面倒な時は友人レジ使う。サラは早い方か。今日はセルフレジした今日ホットスナックとかお弁当とかいいな、美味しそう。あ、なるわ、ジュリエット。そう、ジュリエットで僕隊のユニットでセンター曲が見ることができます。センター曲なやるなら何歌いたい？やるなら、何やろ。センター曲やるなら、思い浮かびません。なんかある？これはやりすぎか。こんくらい。タミミだし、めちゃくちゃ可愛い。ありがとうございます。でもいつもね、毎日かタミミだしなんですけど、センター曲やりたいのは、独り言とか、あとは大人列車やりたい。あとはでも HKT さんの桜みんなで食べたとかもやりたいし、あとなんだろう、よくわかんないあとはシミサラが思うのいない曲、あ、ワロタピーポーとかやりたいです。ワロタピーポー好き。そう、もう何でも
やりたいです。リッププルプル噛みすぎって。そう、今日めっちゃね光ってるね今日めっちゃ光ってる。あ、懐かしい草。笑ったピーポンの時は、笑ったピーポンの時はペンライト。そうなん？そういう風習があるんですか？たかちゃんハートありがとうございます。ハートありがとう。確かに今日の趣味でもさ、思うんですけど、みんなさ、例えばサラが髪型とか変えても絶対いつもとどっちがいいですかって言ったら今日の方がいいって言ってくれるじゃないですか。でも優しいから言ってくれてるんだと思うけど、でも絶対本当にさ似合ってない時でも言ってくれとるじゃないですか。だからどっちが本当か分かんないからみんなのことは優しいけど信じれません優しいっていうのは重々承知なんですけど分からないです。ちょっと今日も触覚なしの方がいいよって言ってくれたけど、みんな、いやもう本当に思ってるのか思ってないのか分からないんですよ。本当のこと言っていいですよ。本当に怒らないですよ、そんなことで。キューピーチさん、ハートありがとうございます。いや、どういうこと。そう、ニコ生だけで本音言うのはダメなそよダメなそです。こんばんは、のぶちゃん、こんばんは。もちもちのおもち。キュービーツ、ハートありがとうございます。ゴーゴーさん、ハートありがとうございます。いや、でもニコ生のコメントね見えないんですよ、あれで目が悪すぎて。こんばんは。なりゆきさん、ハートありがとうございます。いや、これはマジで目が悪くて見えないんですよ。だから自分がね映ってる顔も見えなくて、さらにこの生で、そういつもねコンタクトを忘れてしまうんです。ほんまに見えん。いつもね、でも公園とかでもコンタクト忘れちゃって、もう立ち位置が見えないです、私番号が。そうなんです。だから4周年、そう、目をこうやって細くしたらしちゃう癖があるので、4周年は聴覚コンサートはちゃんと、そう、もう本当に勘なんですよ。
売りなしにされちゃうね。でもこの前は見えてなかったけど、あの吉田沙羅ちゃんに教えてもらいました。シミサラのうちは持ってたよって言われました。ミシェルボーイさん、ハートありがとうございます。僕隊になりてえ、どういうこと？こんくらい目細くしないと見えないんですよ。でも愛媛ツアーであげたボーダー見えてたんですよね。あのやよちゃんとサラのやつですよね。見えてました。何のことですか？僕隊になりたいって。うちはね、できるだけね、サラ本当に目が悪いので大きい方が嬉しいです、文字の。でもなんかその文字、ニコ生のコメントは本当に数センチの話じゃない、こんくらいしかない、2、3センチじゃん文字が。だけど別にうちはは10センチとかあるから、文字一文字でわかるんですよ。しかもその漢字のシルエットでなんとなくわかるから見えるんですけど、お疲れ様に。でもひらがなだったらしみさらって書いてくれると嬉しいです。サラ吉？どういうことですか？サラ吉？サラだと元の名前がサラピの方がサラコトって言ってたんです。昔サラピがある前サラだったんですけど、サラちゃんのあだ名だからサラだとサラピかなって。刺身って書いてもレスくれそう。どういうこと？刺身？ライブの前日に行こう。あ、でもそれよくやってる。サラはね、それブログをやってる。しかもやってるメンバー多くて、なんかブログの提出日をすぐ忘れるんですけど、それをいつもやってます。あーってなって、今日も忘れてたってなって最速 LINE が来て、そういつもあるのでホーム画面をブログっていう3文字のにしてる人が結構いる。1文字ずつプロなら、あーでもプロだったらまあちょっと厚かましいですけど自分で言うのもなんですけどプロだったら私かなって思いますプロ。こんばんは。学校の友達からはサラかサラちゃんって呼ばれてます。こんばんは。プロはでもさ、あの画数が少ないからサラより書きやすいよね。
ヨシーさんハートありがとうございます。目が丸いんだけど、目が丸い。あ、この中、これはね、あれです、女優ライトって言って、この照明を当てることで映りが良くなるので、いつもこの目の中に見えるライトを使って配信してます。プロテインプロテインプロテイン何ですか。家電屋さんでめっちゃ売ってる女優ライト、めっちゃ売ってる？そんなに見たことないかも。こんばんは。C とか分かりやすい。分からない。 C だったら、そんな名前の人にキセにおったっけって考えて、あ、まさかのまさかのサラって思うかも。 C ちゃんってことって思う。移動なので失礼します、ごめんね。ありがとうございました。はじめまして、こんばんは。三つ編みのさあちゃん可愛かった。ああ、あれだね、メールね、ありがとうございます。ライトもプロ意識、そう、ライト漏れるのでね。こんばんは、こんばんは。サブローとかやめてくださいやめてください。もしじゃあ作るならサラ吉で作ります。おお、じゃあ作ってくださいね、絶対にですよ。うん、はらちゃん、こんばんは。すごい、サブローと公演してる気分になりますね、それはもう。見てない。だんだんだん、こんばんは、マロンさん、こんばんは。ももさらうちわとか、あ、嬉しい。ももさらうちわは嬉しいです。はーちゃん、久しぶり。さうちゃん、ももたんのおさらにもらったんやね。そう、ももちゃん、ももちゃんっていう、あの、りんこちゃんちのワンちゃんのお下がりをいただきました。大切に使いたいと思います。こんばんは。ウォーサラのダブルセンター見たいですって。でも春夏秋冬がね、ちょっとだけね、一番最初だけね、そう見える瞬間があります。成幸さん、かわいい、ありがとうございます。
タニシ好きなもん、タニシじゃなくてヤドカリ、ヤドカリとタニシって違いますよね。ヤドカリが好きなんですよ。うん、ビンゴの最初はももちゃんと2人で顔を向き合ってそこを歩いていくシーンがあるんですけど、ヨシーさんハートありがとうございます。そこくらいかな。そうそうビンゴ、ももさらが梅雨っぽいです。あーそう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 なんですよ。キャー、最近のももちゃんの可愛い言動、かわいい言動、いやあるけどこれは内緒にしとこうこんばんは。あとはなんだろう、分からん、思い浮かばない思い浮かばない。ああれあるよ、分かる分かる、あるわ。可愛いねが面白い言動なんですけど、あのなんか LINE で会ったら全然そんなことないんだけど、 LINE とかで話すときになんか会話が中途半端に途切れる時あるじゃないですか。なんかそうだねうんみたい なんか続かなくなっちゃう時、急に途切れる時にももちゃんがいつもなんかその LINE の空気を冷たくしない、その気まずい感じにしないためになんかジェットコースターのLINE スタンプを送ってくるんですよジェットコースターから落ちてる時のなんかあーっていう顔しとるスタンプとか、いや それなんか LINE にしかないスタンプなんですけど、それとちょっと違うあーっていうやつとか、ちょなんか髪がなびいてる感じのやつとか、なんかね怖がっとる人のやつとか、そうなんかジェットコースターのそのスタンプで気まずいことを紛らわせようとしてくるのが可愛いんです。こんばんは。いや最初来た時は本当になんでよりによってその絵文字にしたのって思いましたそうちょっとね時々ねちょっと不思議なところがあるんですよそうなんかそうなんかねそう面白いんです。うん、話すとは全く関係ないっていうところがなんかシュールなんですこんばんは。いや多分関係ないと思いますよ僕とジュリエット。なんでだろうな、わかんない、ももちゃんの考えてることが難しい。お気に入りスタンプはとね、賢者の記号っていうやつ。
です。こんばんは。なんかそういう賢者の記号ってやつある、え、なんかないっけ、あるよね。空が間違えてるのかな、多分あるんですけど、え、なんかね、賢者の記号みたいな、え、わかんない、多分そんな名前だったと思う。え、なんかね、そういうね、なんかね、どういうやつだろう、賢者の記号みたいな、なんかね、え、わかんない、なんて読むんだろう、漢字すらも覚えてないや、多分読み方が間違ってるんだと思うけど、そのあれが思い出せない、わかんない、ザレ語と、え、なんか貴族の木に言葉みたいな、え、わかんない、わかんない、読み方がわかんないだった気がする、いや起源じゃない、なんとか語みたいな、いや季語、いや季語はない、それは季節、え、わかんない。ゆうりさん、たつのとしごありがとう。どれだろうかしら、わかりません。かわいいりんごちゃんがいるじゃないですか、かわいい、それかな、わかんないんですよね。されごと、ざれごと、わかりません、どんな言葉だったかが思い出せません。それかも、わかんない、それが好きです。じゃあ賢者の、まあもう2個前のあ、違うわ、いや3個前の LINE アカウントの時にそのスタンプを持ってましたもう1、2年前にそのスタンプ持ってたっていうだけで、たわごと、わかんない、今はもう持ってないんですけど、どんなあれがあるのかも覚えてないんですけど、昔それを持ってたっていうやつです、ことなだけで、今は持ってない。そう、今は持ってないんですよ。わからんから、ちょっと愛の LINE を送ってみてLINE がわかりませんねえ。 STA のサンプ、あ、今持ってるやつだと、今持ってるやつだと、なんだ、ポプテピピックとかがお気に入りのラインスタンプです。あ、今は持ってないけどごめんなさいこれも今は持ってないんですけど、これも前のやつしか持ってないんですけど、あのポプティピピックのやつが好き今はもう何もスタンプゼロなんですよ、今もうやめたんですけど、コイン貯めるの、昔は好きでした。そう、昔は好きなんだよ。一体なんか
かけして、いやでも普通にみんなこれぐらいが平均だと思いますよ。あ、そう、コニーのやつとかしかない。サーちゃんの腰力ね、ネルミンさん受からないよ。こんばんは。うん、昔はね、うーん、昔はめっちゃ持ってました。なんだろう、めっちゃいっぱい持ってましたよ。あ、着せ替えもいっぱい持ってました。そう、平均的なんです。仕方ない。受かるだろうけど、受からんよ。受けられません。答えると思った。どういうこと？今日は歌えようと思ったら歌えるけど、なんかいい曲ないかなって思ってます。パスワード忘れて見に来た。あ、それもある。一回あるし、ユニバでスマホなくしたこともある。君はこの夏恋をする、映画の名前みたいだね。テレビ東京のカラオケバトルで負けますよ。こんにちは。あら、受かるだろうけど切れません。答えないですよ。さあ、うん、いる。乃木坂46何度目の青空だよ。歌いますよ。ずーずー校庭の話で反射してた。誰かが指名忘れた蛇口。大事なものがなっちゃったから落ちてるようで。風に耳を振る。めぐみのさん、歌唱力出る？歌唱力は出ます。一瞬なんか悩んでた、悩んでたっていうか、なんかちょっとぼーっとしてました。悩んではないです。出ます。膨大な時間と何だってできる可能性、自由はそこにある。何度目の白間美優さんのいつものエサだ。歌えません、すいません。でも卒業コンサートで歌われてまして。そういや、昔清水って書いたスマホをユニバで拾ったことある。清水って書いたスマホ、どういうこと？絶対嘘や。それは私ではないです。今話したいのは、なんだっけ、最初出てこない。それが恋と知ってしまったなら、ここか。こんな自然に話せなくなるよ。だから僕たちは似た者同士、気の合う友達だと思うて、目の前にはいつもヒントがあり、紛れもない答え、紛れもない数の答えがあるかな。だから一人でいいけど、諦めると君と一緒がいい。
話したいな。高いな、でも高いからカラオケでは歌わないかもしれない。なんかちょっとでもあんまり上手じゃないやつを歌う勇気がないんですよ。あんまり上手じゃないですけど、全部全部あんまり上手じゃないけど、声が出んって最初から分かっとるやつはあんまりね勇気が出なくて歌えないんです。スティーが気になる歌唱力の出場者らしい。うーん、でも秋吉優香さんとかあのファンとしてお会いしてみたい。可愛くてきっかけのファンですサラもきっかけ大好きです。何におもれ焦るのかと笑う、不況は僕家だ、不況は音楽を恐れたりしない。 XJAPAN さんは歌えないかもしれない。長渕剛さん歌ってるし歌えない。マヤタロさんハートありがとうございます。HKT はみんなボイト、シティはねボイトレないんですよ。メア太郎さんハートありがとうございます。安否はミヨナさん推し、メアでもそれもめっちゃ好きですよ。メタロウさんハートありがとうございます。マイルールという曲地味に良くないか。マイルール、初めて知った。ホスターさんハートありがとうございます。秋吉さんお会いしてみたい。こんばんは、もう1時間経つのでそろそろランキングを読みたいと思います。ケミンさんかわいい、ありがとうございます。刀剣太郎くんさん、なんだっけこれ、あ、チンアナゴありがとうございます。君と夏の終わり将来の夢歌えるよ。大きな希望を忘れる10年後の8月の種。七並べは、七並べは今が19時半だから、でもどうしよう、今七並べないですか。ヨシーさんハートありがとうございます。ないなんだろう、そらないですかって、ごめんなさい、ないなんだろう。どうしよう。去年赤坂で見たけどサラちゃんいなくて寂しかったよって。今回は赤坂行けるように頑張ります。頑張ります。でも前はね通ったことあるんですよ。朝の4時に。いいよね赤坂。でもさ、舞浜アンフィシアターも行きたいよね。頑張って。赤坂と乃木坂は近い。本当？乃木坂は近い？七並びは24やった。どうしよう。
20確認してくれた方ありがとうございます。もうこの後ね歌の練習しようかと思ってたんですけど、でもどうしよう。今日は七並べはなしにしようと思います。ごめんなさい、本当にすいません。メールでやるって言ったのにごめんなさい、本当にすいません、すみません、本当にごめんなさい、本当にごめんなさいね。メールでやるって言ったのにごめんなさい。これからは信じてくださいね。本当にすみません、本当にごめんなさい、すみません。調べてくださった方ありがとうございます。住民ありがとうございます。すみません。それではそろそろランキングを見たいと思います。13位ゆうりさんありがとうございます。12位もや太郎さんありがとうございます。11位よしーさんありがとうございます。10位あきまんさんありがとうございます。9位くっちゃんさんありがとうございます。8位カルマンさんありがとうございます。7位しんさんありがとうございます。6位なりゆきさんありがとうございます。5位ケブピエイツさんありがとうございます。4位森地五二一さんありがとうございます。3位七尾普及さんありがとうございます。2位かっこゆうちゃんありがとうございます。そして1位安部さんありがとうございました。ありがとうございました。それではありがとうございました。バイバイ、ありがとうございました。